ポーシャリー・ジェームズでジェネレスとして生まれたが改名した。なお、芸名のポーシャでロッシュとして一般に知られている、1973年1月31日体は、オーストラリアメルボルン生まれ、ビクトリア州、ジーロング育ちの女優である。メルボルン大学で法律を学んでいたが、キャスティングディレクターに見出されて、泉の清錬でデビュー。社会現象を巻き起こした大ヒットドラマ、 アリー・マイ・ラブのネル・ポーター役でレギュラー出演を獲得、人気を博した。そのアリー・マイ・ラブに出演中、主演のキャリスタ・フロックハートと同様、ポーシャも接触障害に悩まされていたことを雑誌、ボーグにて告白。1996年から1999年までドキュメンタリー映画監督のメル・メトカーフと結婚していたが、後に、 明らかに向いていなかったと語った。その後は、同性愛者であることを公にしており、歌手のフランチェスカ・グレゴリーニと3年間交際していたが、その後、コメディアン、タレントのエレン・デジェネレスと交際。同性結婚が認められれば、エレンと結婚したいと発言。2008年5月にカリフォルニア州で同性婚が認められたことを受け、8月16日に結婚式を行った。 2011年にはアメリカの市民権を取得。2013年、二人の間に子供を持つ予定はないと語っている。ポーシャ・でロッシー、合法になったらエレンと結婚したい。シネマトゥデー。 http://www.cinematota.jp y スラッシュページスラッシュ n00070992013 年5月22日閲覧。シン、アニータ、テレビジョンプロゼンター、エレンでジェンナースマリス、レズビアンラバー、ポーシャでロッシ。 ザ・デイリーテレグラフ、h t t p w w t e l e g r a p h c o u k ニュース、ニュースタピックス、セレブラティス二百五十2 5 8 5 3 0テレビジョンプロゼンターエレン・デジェンナース・マリスレズビアン・ラバー・ポーシャで、ロッシ、html2010 年5月22日閲覧。米人気コメディエンヌとアリー・マイ・ラブ出演女優が、同性愛結婚。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュエンターテインメントスラッシュ n e w s ダッシ e n t e r t a i n m e n t スラッシュ2508505スラッシュ32336602013年5月22日、閲覧ボーシャビカムズ AUS シチズン。 同性婚のエレンでジェネレスポーシャでロッシ、子供は持たないと決心。シネマトゥデー。http www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00524412013 年5月22日閲覧。ありがとうございます。